シェリーのお風呂場へようこそ。今日のゲストはリューチェルです。はい、リューチェルです。お邪魔します。お願いします。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。もうめちゃくちゃ嬉しい。本当嬉しい。本当に僕好きな女性芸能人2人いて、上沼恵美子さんとシェリーさんなんです。いや、もうガチです。待って、めちゃくちゃ光栄なんだけど。本当に大好きで、上沼恵美子さんと私並べたの。いや、本当にリューチェルの中で。そうなんです。すごい。なんかとにかく私はこのお風呂場でね、いろんな人とコラボしたいなとか、うん、いろんな人の話聞きたいなっていうのがあるんだけど、だいたいこの人にはこの話聞きたいなっていうのがなんとなくあるじゃん。でもなんか私オチェルにはなんかこの話が聞きたいっていうのがありすぎて、嬉しい。逆に何話す、はい、何話したい。僕人生のテーマが愛なんですよ。自分を愛するとか、うんうん、思いやりを持つとか、そういうところについてもおしゃべりしたい。いいね、うんうんうん、いいじゃんいいじゃん。リューチェルがテレビ出始めた時って、うん、ジェンダーレスじゃないけど、はい、彼女いんのみたいな感じが、はいはい、正直私も見てみて、あ、彼女いるんだって思ったの、はい、ペコちゃんとカップルで出た時ね、はい、やっぱり男の子はこうあるべき、女の子はこうあるべきってすごく強くあって、テレビに出てる人はそれをより誇張しちゃったりする部分があって、まずテレビに出る前、そもそもなんでそうやってこう伸び伸び生きられたのかなっていう。シェリーのお風呂場。わかる。同じ多分心を持ってても、はい、やっぱ周りのこうなんかプレッシャーで、うん、なんかこう男っぽくしちゃったりとか、はい、なんかこうあんまりカラフルにしなかったりっていう人もたくさんいるわけじゃない、はい、本当はすごいファッションとか楽しみたいんだけど、はいはい、なんかめんどくさいからやめるみたいな人っているけど、はい、それをなんかこう自分らしく生きられたのって何なんだろう。僕実は中学生までめっちゃ自分を隠してたんですよ。小学校までは割と少し自分の好きな自分を出してた、まあ女の子っぽいねとかって言われることも多かったので割と素に近かったと思うんですけど、うん、中学生に入って、うん、このままでは僕いじめられる、孤立するっていう風に思って、それこそ沖縄のヤンキー超怖いんですよ、うん、はいはいはい、でも中学校の入学式の時に沖縄のヤンキー見てマジビビって、やられる、やーんとか言ってる場合じゃねえ。マジでもうこうしなきゃいけない。そしたら自分でめちゃくちゃ自分の本当の姿を隠したはいいんだけど、うん、つるむ友達はできたんだけど本当の友達ができなかったんですよ。だから一緒に行動する人はできたんだけど誰も本当の自分は知らないで、本当の自分は常に隠さないといけない。カラオケとか行っても本当はディズニーとか歌いたいけどとりあえずジャパレゲみたいな、そうやっちゃってたの、ラガラガよ。だから自分を隠すみたいな。でも本当はイチゴの匂いがする香水みたいなつけたかったけど、うんうん、もうめちゃくちゃムスクみたいな、ココナッツみたいな、ギャルラーみたいな時期があって、そしたら本当につまらなくて誰も自分のこと分かってくれないって思ってたし、うんうん、だけどそれは自分が出してないからで、うんうん、なんだろう、すごく孤独。それってお家の人はどう思ってたんだろう。お家の人は割と自分のその僕の変化に気づいてくれてはいたんですけど、うん、なんとなくまあ親も昭和世代だからちょっと保守的なところがあって、男だからなんとなく世の中の雰囲気に気づいて自分の中でそう生きていってるのかな、でも不安みたいな感じのが親の中であって、うん、だけどもうきつすぎて辛すぎて、うん、そんな時に原宿系のモデルさんとか原宿で本当に個性的に生きている人たちを見て、うん、こんなに個性的な人たちが生きていってもバカにされない原宿っていう街が日本にあるの、うん、感動して、うん、高校生から地元の子が一人もいない学校に行って、うん、一からやり直すぞって感じで。沖縄の中で。そうなんです。制服も可愛くてちょっと緩い学校の、うんうん、自分を出せそうな学校のところに行ってリューチェルっていう名前でツイッター始めて、へー、そうだからその時からずっと今のツイッターのアカウント変わらないんですよ。すごっ。それでなんとなく、まあ、SNS で僕の自撮りとかを発信してたら沖縄の人はもちろん沖縄の人じゃない人とかもいっぱいフォローしてくれて、それが数として最初は自信になっていって、そうか、原宿で勝負していきたいと思って原宿に上京して、でテレビに出ることになった時に、うん、まあいろいろビジネスカップルじゃんみたいな、僕がちょっとあまりにも女の子っぽすぎるから、はいはいはい、うん、本当に付き合ってるみたいなことは言われてたんですけど、うん、中学校の時の方がはるかに辛かったので自分を出せなかった時期の方が、うん、なので本当に全然僕と一緒にご飯も食べたことない人に言われる文句はへっちゃらだって思えるように強くなったんだ。強くなりましたね。
中学の時の知り合いはじゃあもうめちゃめちゃびっくりしてるって。めちゃくちゃびっくりしてるし、まず高校に入学して SNS を発信してた時代から、うん、中学の友達からリュウジって呼ばれてるんですけど、リュウジやばくねみたいないやそうだよ、キャラチェンしてるさみたいな、うんうん、どんななってるヤンキーだったのにみたいなぐらいまで言われて、 その時に地元を捨てるって言い方おかしいけど、うん、ちょっと新しい人生を行くためには、うん、次のステップに行くためにはちょっと犠牲も必要じゃないですか。なるほどね。それを試してみたところめちゃくちゃ良かったので、うん、なんか大人になったなっていう感じはしましたけどね。ペコちゃんと出会うのは何歳ぐらいの時？まあ、高校卒業して原宿でアパレルをしてたんですけれども、うん、そのアパレルに僕が働いてたらペコリンが入ってきて、うんうん、そこでやばい超可愛いと思って告ってみたいな感じで、18です。18歳、はい、お互いに。そうです。で18にはもうテレビ出たので。付き合ってすぐに。すぐでしたね。出たんだ。ペコちゃんはさ、今までの恋愛と、もしかしたらリューチェルとの恋愛は違うわけじゃん、はい、こんなキラキラな人とさ付き合うことってなかなかないじゃん。だと思う。そこはなんか全然違和感っていうか、なんかあれこの人ってなんか変わってるなとかはなかったのかな。多分ペコリンはなんか僕が聞いた話によると、うん、一目惚れしてくれてたらしいんですけど、絶対男が好きだって思ってて、なかなか行けなかったらしくて。そうか、好きっていうのはあったけど、多分この人は私が恋愛対象じゃないんだって思ったんだ。そうなんですよ。そう。へえ。だけど本当にこう見えて女好きだから、うんうん、女好きは違う。そうか、違う。また話が違う。女性が好きだったので、うん、そのそういう意味では僕も一目惚れだったからめちゃくちゃ頑張って、ちょっと目が合った時にウィンクしてみたりとか。本当に？そう、出勤中働けよやばすぎ。いや、その通りペコリの中では確かに今までの人でこういう人はいなかったと思うんですけど、うん、すごいタイプって言ってくれます。そうですね。そうなんだ。じゃあ王子様だったんだね、うん、だから中学校の時の自分でペコリに出会っちゃってたら一目惚れしてもらえてないから、自分でいるって超大事だなって思います。本当だね。いやすごい素敵それ。本当その通りだと思う、まあ、このチャンネルは若い人が本当に見てくれていて ありがとうございますなんか私が個人的にすごく触れたいなと思うのが、はい、自分もやっぱり学生の時って楽しいことばっかりじゃなかったから、うん、自分らしく生きるって私はすごく後だったの、はい、学生の時はなんか見つけられてなかったっていうか、うんうん、なんか割と周りを気にしちゃう、うんうん、そうですよね。でなんか合わせてとかやってたんだけど、こんなにみんなが思ってるこのいわゆる男性像、お父さん像、うん、夫像みたいなものをぶち壊してって、自分らしさこうリューチェルっていうものをさ作り上げていくってめちゃめちゃいいロールモデルだなって思うの。いやー嬉しい。だからこの見てくれている若い人に対して今まさにね、この動画が上がるのが、うん、あの新生活、新しい学年になったり、新しい学校に通い始めたり、新しい会社に入ったり、なんかバタ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 、ちょっと落ち着いたかなの時にもうちょっと疲れちゃったよっていう人もいっぱいいると思うんだよね、うん、そんな人たちにもし言葉かけるとしたら。はい、この動画でも多分お話してるかもしれないんですけど、すでにやっぱ自己肯定感、自分を愛するっていうことはとにかく僕の中で大切にしてて、人の目を気にしてしまいがちじゃないですか学生時代。でもそれってぶっちゃけ大人になってもやっぱりそうで、社会に出たらよりいろんなキラキラしてる人とかもいたりとかして、どん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 自分を下に見てしまうことは絶対にあると思うので、その癖みたいなのはやっぱり学生時代からでも若いうちからでも変えていけると思うんですね。僕はすごく個人的に思うのが、本当に自分に自信がなくて可愛いのは10代までで、あの自分に自信がない30代はかっこよくないと思うので、あの本当にその言葉で奮い立たせてもらいたいと思うんですね。とにかく自分を下に下げない。大好きな人がいたりとか、その大好きな人がコンドームつけないとか、いろんなことがあると思います、うん、メイク変えろよって言われたりとか、服変えろよとか、うん、こういう風に生きてほしいとか、いろんなこと言われても絶対に自分に軸を置くこと、うん、例えばこの自分を愛するじゃないですか、うん、そしたら自分のコップに水がいっぱい溜まって、それが溢れてようやく人を愛せる。自分に自信がないうちにこのコップに水がまだ足りてないのに
大切な人と出会っても自分に埋めてよ愛を埋めてよ水いっぱいにしてよで必死になっちゃうからものすごくもったいねえ本当だねと思うんですよね。だからとにかく自分を愛してせっかく大切な人と出会えたのに埋めてよ埋めてよって言われて、うん、メンヘラじゃんって言われてどっか行かれるよりももうもったいないからそんなの、うん、ちゃんと自分が大切な人と出会えた時に私の心から愛も与えられるような余裕を持つっていうイメージで人生を自分色にしていただきたいなと思っております。めっちゃ響くわそれ、よかった若い人へのメッセージってお願いしたけど今私のはちょっとこれ何回も見返すわ嬉しい嬉しいなるほどね自分のコップをいっぱいにしないとそれを溢れた分だけしか人に愛情を与えられないからすごいいい言葉それいやちょっとそれ私が言うから取り直してもいいどうぞどうぞ光栄ですいや本当にすごい素晴らしいリューチェルもチャンネルやってますよねはいやってるんですいいんですかありがとうございます僕が中学校の時に全然違う自分だったって話をしたと思うんですけど、うん、沖縄のヤンキー中学生のモノマネ動画を上げて見たのでぜひ好評なので見てみてください、ね、あとシマンチュの宝とかをすっぴんで歌ってます、はい、ぜひ絶対見る絶対見るぜひ皆さんチェックしてくださいすいませんありがとうございましたありがとうございました